木村彦衛門2月5日から1933年3月31日は、日本の商人、成宮薬局経営者、薬学者、聖市地位、訓等、薬学博士、大阪薬学専門学校校長、大阪府薬剤師会長、日本薬剤師会副会長、属籍は、大阪府平民、大阪府出身、仙台、木村彦衛門の長男、 幼くして、父母を失う。博文狂気で、4歳の頃には、100人一種の全部を暗唱した。1883年1月、家督を相続し仙台を襲名する。1893年、大阪協立薬学校に入りもっぱら薬学を、治めた。1899年、第五高等学校医学部薬学科を卒業。一年志願兵として入園。 東京帝国大学医科大学に入り、薬学を研究した。長い博士について薬科学を研究すること5年に及んだ。日露戦争に再死3等薬剤官として軍に、従いあと2等薬剤官に進み1907年11月、薬学研究のためドイツに留学し、ベルリン大学に入り薬学及び、科学の研究に従う。1913年4月、 企調する。同年5月、論文を提出して、薬学博士の学位を授与された。薬局経営の傍ら、木村理科学研究所を創立。1933年3月31日死去。去年55。住所は大阪市南区黒江門町。遺族宅は大阪市天皇区小宮町。趣味は和歌、俳句、音楽。